宮城県選挙区 NHK から国民を守る党、宮家紀明57歳神奈川県出身、日本大学理工学部卒業後通信機器メーカーにて管理部門などを経験後退職では、宮家紀明さんの政見放送です。 宮城県の皆様、私は NHK を僕はすで有名な NHK から国民を守ると公認の宮城範明と申します私の公約は、さまざまな NHK 問題に命がけで取り組み、解決を図ることです皆さん、NHK から国民を守る党という名前を聞かれたことはあるでしょうか インターネットの動画サイトやでは全国的にかなり有名なんです今年の統一地方選挙の4月時点で多くの民により26人もの議員を誕生させ現職議員含めて39人に勢力を拡大した政党で今回の参議院選挙では全国で41名が立候補しております18歳以上に選挙権がありますので 皆さん投票にいきましょうさて NHK 問題はテレビのついたこんなちっちゃなスマートフォンやカーナビを持っているということでテレビと同じ金額の受信料を取ろうとしていますそれはいくらなんでもないでしょうというのが国民感情ですでも NHK の職員の方々は悪くないんです国会議員が決めた法律が 良くないんです受信料を契約していないと NHK の集金人が突然訪問してきたり、一人住まいの学生さんや OL の方たちにしつこく問いかけ、怖いなど非常に不安にさせる行為が問題なのです。私たちはこういった NHK の問題を街頭,街頭でのシール配りやインターネットを通じて多くの方々に訴えています。 NHK をぶっ壊す皆さん NHK の受信料制度は大変不公平です受信料をきちんと払っている人もいれば支払っていない人も大勢いるのです NHK は民放化している嫌いだなどの理由で見たくないという方が大勢いますこれらの問題を解決するには スクランブル放送の導入を実現することなんですこれは申し込んだ人だけがテレビを見れて NHK を受信して受信料を払うという仕組みなんですある新聞社のアンケートによりますと88%の人がスクランブル放送を導入すべきと答えています NHK を見たい人だけが受信料をきちんと払えばよいのです 所属議員は電話番号も携帯し、えー、公開して NHK 問題で悩む国民からの助けを求めるお声に応えております。相談があまりにも多いので東京にコールセンターを設けて対応しています。電話番号を申し上げます。0336960750です。皆さんが払っている受信料のおかげで、 NHK 職員の方は非常に高いお給料を得ていて、これは国会の中でも、えー、実態を問われています。NHK を覆す。NHK はワンセグ付き携帯やカーノビを持っているかなど、しつこく聞き、法律で義務だからといって合意、えー、に契約を迫ってくるのです。このような集金人の撲滅に向けた取り組みを行っていきます。 これらの NHK 問題を解決しようとする政党や議員はかつておりませんでした国民の皆様のご支持をいただくことによって元 NHK 職員である党代表をはじめとして我が党から一人でも多くの国会議員を国政に送り出していただきたいと思います国会にて N. H. K. 問題を断固として解決すべく。法令の改正を進め。N. H. K. 改革を行う証言でございます。東京の小売センターの番号、もう一度言います。ゼロ三。三六九六。ゼロ七五ゼロです。どうぞ。N. H. K. から国民を守る党の。三宅紀明を。よろしくお願いいたします。最後に。 テレビの前の皆さんで NHK をぶっ壊すもう一度 NHK をぶっ壊す全国の皆様 NHK をぶっ壊す皆様ありがとうございました宮城県選挙区 NHK から国民を守る党三宅範明さんの放送でした